何や。あ、すいません、あのですね、以前あのゴスペルサークルに入りませんかってことで伺わせてもらった五十嵐というものなんですが、うん、覚えたら、あ、以前はですね、考えておくとのことだったので、そのことどうなりましたかねと思って再度伺わせてもらいましたね。まあ、こいつ全然乗り気じゃないやん。いやいや、そんなことありませんよね、横田くん。そうですね、横田くん。何言うの？お前ら中入れや。ちょっとどうしたの？ちゃんと回遊しなきゃ。今月の後は報告会があるでしょ。あなたとやってんでしょ。その話はもうあり。ご飯中でしたよね。あ、あの お客様ですか。まあ配達のウーバーみたいな。ああ、そうですか。まあお前らも食えや。ああ、じゃあ、あ、じゃあお言葉に甘えさせてもらってね、横田くんも。すいません。すいません、なんか、あ、大丈夫でしたか。まあ、いいけども。すいません、配達されてたんですか、このうちに。そうだけど。あ、そうなんですね。え、何を配達されてたんですか。カフェナバーガーとポテトとスプライトかな。うん、あ、へえ。あ、カフェナバーガーっていうのはハワイアンのバーガーですよね。すごく美味しいって聞きました。え、それは全部食べられたんですか。うん、食べ終わったから鍋やってる。あ、そうですか。あ、そう、すいません、お名前聞いてもいいですか。村上。あ、村上さん。あ、私は五十嵐優子って言います。ゴスペルサークル実はやっておりまして。村上さんは歌とかって興味ありますか。まあたまに歌うけど。どんな歌が好きなんですか。今日もひどい顔ヘッドバットメイク落とす忘れ地獄月クチクチカラカラキャラメルクラッツさあ起きないとスリーカウントやりたいことたくさんラリアーツ声もしたいけど DDT 歌、ダンス、階段、プレインバスターステージ上はプレインバスター。おー、あ、じゃあそれだけ歌が好きでしたら本当にゴスペルサークルもぜひおすすめです。まあ結構歌に自信あるから。あ、そうなんですね。え、じゃあぜひ今度いらっしゃいませんか。何か悩まれることありますか。おっぱい触らせてくれたらいいよ。いやいや、またまた村上さん冗談ばっかり。ちょっと何なの。
横田くん。目の前に大水平と